富山市に本社を置く北立は、ビルの維持管理やセキュリティなどの総合ビルメンテナンス業務のほか、通信システム、旅行代理店、商事部門まで多岐にわたっています。北立では子育て世代が安心して働ける環境づくりとして、4年前に事業所内保育園を開設しました。通信事業本部の野田優子さん、今年3人目のお子さんを出産しました。おはようございます。職場復帰後は会社と同じ建物にある保育園にお子さんを預けています。はい、じゃあお願いします。お母さん行ってらっしゃい。ラコちゃんバイバイ、行ってらっしゃいだね。野田さんの仕事は主に社内のシステムメンテナンス。1人目、2人目のお子さんも生後半年で事業所内保育園に預け、仕事に復帰しました。仕事中に授乳しに行ったりとかで、気になったら様子見に行ったりとか、そういうこともできたのでとても助かってます。時短勤務など働き方への対応も柔軟で、野田さんは仕事と子育てを両立できています。とても皆さん協力的に助けていただいて、だから続けていこうとこれからも思ってます。はい、ありがとうございます。あ、こーちゃんママだよ。ね、いい子だったね。はい、さようなら。またね。当社には事業所内保育園がありまして、会社と同じ場所にありますので、お子さんを預けている社員の皆さんにとっては安心して働くことができます。社員のお子様の保育料につきましては、会社として一部補助をしております。また全てのお子様の入園時にはお祝いとして布団セットをプレゼントしております。北立は男性の育児休暇取得を推奨、育児参加も積極的に応援しています。商事部の平野さんはお子さんが3歳になるまで事業所内保育園を利用していました。会社の出社退社に合わせて子どもの送り迎えをしてましたので、自分自身にとっては全く苦にもならずに、むしろ子どもと過ごす時間がそれだけ増えたので、貴重な体験時間がなったかなと思います。保育園の行事には北立の社員が参加して子どもたちにお菓子を提供したり、会社の防災訓練には保育園も積極的に参加しています。富山市役所横で北立が中心となって進めている官民連携事業において、現在建設中のビルに保育園が開設され、近隣で働く子育て世代をサポートします。社員へのサポートはもちろん、これからも地域のお子様をお預かりすることによって地域への貢献に努めてまいりたいと考えております。